どうも、ミキからジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、今回なんですけども、大阪にあります、もじゃカレー新大阪店さんに来ております。こちらですね、もう新大阪駅の構内にあります。で、今回挑戦メニューなんですけども、カレーになってくるんですけども、激辛カレー、になります。で、今回はですね、辛さレベルが選びます。1倍から始まりですね、まあ、一応ね、お店のメニュー表の中にこう1000倍、となっております。まあ、一応ね、まあ厳密に言うと、この辛さレベルはまあ無限にできるそうなんですけど、まあ1000倍も1500倍もね、ここまで来たらもうキリがつかないということでね、キリよく1000倍にいきたいかなと思います。各種メディア、テレビ取材やら、雑誌の取材、いろいろその他結構来てるんでね、これは食べずにはいられんということで、やっていきます。そしたらですね、いつもの通り、行った人の感想を見ていきましょう。新大阪のもじゃカレーもめっちゃ辛い、辛くて目がチカチカしたし、もう無理だよってリアルで頭抱えた。実は辛いのがすごく苦手である。でも好きなんだよね。お腹痛くなるし、お腹壊すのに。ド M ですかね、この人は。ド M にはたまんねえ、カレーなのかなと思いますけども、まあ、早速ね、食べて、その辛さをレビューしていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。ビッグバンの VI さんが来店されたそうですね。一応なんかこの VI さんは辛さ1000倍に挑戦したが途中でギブアップしたと。とんでもねえメニューだなという感じでございます。で、こちら、辛さレベルが分かれています。中から10倍ちょいちょい辛いとか、マックスのこれね、500倍に関しては体調不良確定、1000倍に関しては即 KO 治療代出ませんということで、恐ろしいこの注意書きが書いてありますけれども、一応ですね、まあこれね、お店の方にお聞きしましたところですね、まあ、辛さが苦手な方はね、ノーマルまたは10辛が、おすすめかなと思います。キムちゃん、お待たせしました。こちらがネギビーフカレー1000倍。1000倍です。いただきます。さあ、もじゃカレーさんのネギビーフカレー1000枚お手並み拝見ですよ。こんにちは。さあ、一応チョイスしたのはですね、このお店で人気ナンバーワンメニューのネギビーフですけども、いや、非常に美しい盛り付けでございます。それではまずちょっとルーからいってみましょう。いただきます。ハバネロ、これハバネロ入ってるんですか、これ。違うんですか。これハバネロが入ってるわけではないんですか、これ。そう、チリパウダーオンリー。あ、そうなんですか。あ、昔はハバネロ使ってたんですけど、結構そのアレルギーとか、あー、なるほど、やめちゃったっていう危険で。なるほど、そりゃそうですよね、ハバネロは本当。いや、でもそれにしても辛いな、これ。おー、パンチ力ありますね。うん、合うわ。これは合いますね。最高の組み合わせですね。これは辛い。これはしかしスプーンが止まらない。うん、2、3口食べただけなのに、もう体から汗をかいてきましたけども、結構辛いよ、これ。濃厚、つまりカレーのコクがありますけども、大丈夫ですか、辛さは。辛いのはバッチグですね。ちょっとギリギリこう辛さと旨味を感じれる。でもあれですね、ハバネロとかそういうの使ってないよ、結構こう辛みが感じてますね。びっくりしました。うん、
月に 2,3 人でしたっけ食べに、これ1000倍食べに、はい、みんなやっぱ結構割りかし食べてきますね、やっぱり。いや、どうやろう、皆さん結構残す人多いですよね。半分ぐらいです。半分半分。今日好きな人はほんまにルーだけくださいという人もいるし、前のルーだけも食べて帰るわとか、女の人にも多いですけど。あ、なんかこれレトルトやってるんですか、これ、はい、これもこちら並んでるの。あ、唐辛子とかこうハバネロとかそういうの使用してないですけど、辛さがやばいね。結構きます、これ。これえぐいわ。量も結構ありますね。普通のお店でいう、こう大盛りぐらいがこの普通の並盛りって感じですね。もじゃカレー恐るべし。これはマジモンのやべえやつですよ。これね、時間が経てば経つほどこの口の中の、ピリピリ、そしてね、お腹の方までね、こう結構熱くなってくる感じですよ。ハバネロとか使っても、ここまでの辛さはすごいね。それでは辛さレベルの発表していきましょう。もじゃカレー新大阪店さんのネギビーフカレー1000倍の辛さレベル、じゃーん、じゃーん、辛さレベル8です。8、いやー本当に辛かった。いやこんなに辛いとは思わなかったですよ。いや恐ろしいですね。とにかく辛かったですね。恐ろしいのがね、あのハバネロやとかね、その特にギネスに登録されるような唐辛子を使用してないのにこの辛みがあったのでね。
大変非常にびっくりしました。あ、なんでね、このもしね、この先輩とかこう挑戦する際にはですね、まあ、あらかじめこう食べる前にですね、まあ、牛乳とかヨーグルトとかそういった乳製品を取って辛味の刺激からお腹を保護した方がいいかなと思います。ボリュームも多いんでね、本当にこう食べ応えのあるメニューです。まあ、女性とかはね、こうご飯とかこう少なめにして、注文してもいいかもしれないかなと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとゲクロブログも更新してますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。